死ね、このガキ。てめえら、トーツ、この生き地をすすり、ターツ、不埒な悪行三昧、ミーツ、みっちゃんみちみち運、そこはミルピーはパパの足だ。何度言ったらわかるか。いや、だってお前こないだ。いいよ、カグラちゃん。どうせ僕たちにかっこいい登場なんて無理なんだから。よー、ソラ。ちゃんと生きてっか？まったく。後先考えずに一人で飛び出すなんて無茶するね。そうだよ。僕たちすごく心配したんだから。ひょっとして、また迷惑かかるとか、そんなん考えてたわけ？巻き込む前に、例えばだ、お前の友達が窮地に立たされてたとして、お前はそのことを聞かされていない。でも分かってんなら、お前はその友達を助けに行くだろ。その時お前は助けに行くことにいちいち迷惑だなんて思うか？それと同じなんじゃねえの？お前がうちに来て数日、その間仕事やってバカやって泣いて笑って、そうやって過ごしてきた間、お前は何を見てきた？何を感じてきた？ソラ君、ソラッチ、少なくとも俺は、いや、ここにいる連中はお前のことを仲間だと思ってる。これまでも、そしてこれからもだ。だったら何も問題ないね。無関係だとは言わせないよ。そうだね。こういうのはさっさと終わらせて早く帰ろう。なんで、知らねえ間に、おめえも随分と立派な仲間が増えたじゃねえか。仕事にしろ何にしろ、そういう仲間は大事なもんだ。期待を裏切るような真似だけはしちゃいけねえ。よし、そんじゃとっとと鬼退治でも追っ始めるか。宝物も奪い返さなきゃなんねえしな。くさい。おいおい、鬼さんどこ行くってんだ。お宝持ったまんまとんずらなんざ、そうは問屋がおろさ。これまた物騒な鬼もいたもんだな。なんでてめえがこんなところにいやがった？最初はつまらん祭りだったんで出てくる気もなかったんだが。よく見りゃ面白そうな出し物が出てるじゃねえか。それでちょいと様子を見に来たってわけさ。祭り好きも結構なことだな。あいにくとこの祭りには途中参加は受け付けてねえんだよ。おとなしく客席で見物すんのが大人のマナーってやつだ。つれねえこと言うなよ。共に上位戦争を切り抜けてきた仲間じゃねえか。その仲間にちょいとばかり挨拶するくらいの時間をもらっても罰は当たるめえ。仲間に、てめえが海賊なんぞとつるんでんのは知っちゃいけない。まさか手下にまで成り下がってるか。
落ちぶれた仲間の姿なんざ俺は見たくなかったからね。安心しろ、そこまで落ちぶれる気はねえよ。銀さん待ってるね、すぐ加勢する。ある、来んじゃねえよ。それより新八、カグラ、それからソラ、おめえらは宝を持ち逃げした鬼を追っかけろ。あんな野郎に宝なんざ過ぎた代物だからな。行こう、ソラ君。銀さんの言う通り、僕らは絵筆を取り戻すんだ。心配することないね、あのもじゃもじゃがそう簡単に負けるわけないやろ。今は銀さんのこと信用しとけばいいよ。はいはい、心配ご無用だっつうの。相変わらずだな、てめえも相変わらずのアマちゃんだ。そいつはどうも。てめえの言う通り、俺は昔から甘党でね、食いもんでも何でもそれだけは欠かしたことがねえんだ。医者からは糖尿の毛があるからって止められてっけど、こればかりはさらさらやめる気なんぞなくて。面白いやつだよ、おめえは昔から。それじゃあしばらく俺の遊びに付き合ってくれや。